明チャンネル。初めて会った時から本当は少し予感してた。君が隣にいる日々も僕が少し変わることも静かに僕の中に注がれる君という雫、君色に染まってゆく、君も僕に染まってく。だからもっと愛すよ、だからもっと愛して、誰かが僕らを素敵だと思うように、ミルクティーみたいに二人寄り添って、少しの甘さで幸せに。ありがとうございます。今週は清水翔太さんのミルクティーをワンコーラス歌わせていただきました。さつきの秋チャンネル毎週更新しております。ぜひチャンネル登録応援よろしくお願いします。今日もありがとうございました。あっち向いてほいきます。あっち向いてこっち向いてあっち向いてほい、また来週。